たしましたヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事決勝タイムリーを放ちました清水雄飛選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは今日はキャッチャーとして楽天打線を完封しました。どういった気持ちで6人のピッチャーに決まりましたか？そうですね、もう水木もしっかり頑張りましたし、金子さんも、その後の中継ぎ陣の方々も、本当にいい球投げてくれたんで、こういう結果になったと思います。そしてゼロで9回まで行きました。まずチャンスでどういう気持ちで打席に入りましたでしょうか？いや、なかなか打てる投手じゃないんで、本当必死に行きました。食らいついて放った打球が決勝タイムリーとなりました。抜けた瞬間の気持ちというのはいかがでしたでしょうか？いや、本当嬉しかったですけど、まずはピッチャーが頑張ってくれたんで、こういう結果になったと思います。これでチームは2カードを続けてのカード勝ち越しになりました。これについては、いや、まだまだ首位とも離れてますし、どん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 攻め、縮められたらと思います。いい形で7月入っていると思います。これからに向けて一言お願いします。まだまだ明日も試合ありますし、9連戦の、真っ最中なので、また明日も勝てるよう頑張ります。ありがとうございます。今日のヒーローは決勝タイムリーの清水選手でした。午後7時45分開始予定です。